です。リーフスティングレイの生き物チャンネルです。先日、アップした西アフの、ビバリウムですね。植物結局ポットと直植えをしてしまいました。で、その後の動画どんな感じかなっていうのを少しだけアップしていきます。最初の動画はね、ここのアロエだけだったんですけど、ここに龍のひげの品種改良されたちょっと小型のタイプを植えてます。でまたここにアロエ直植えですね。で、ここの中はちょっとこうウェットな感じに常にしてあります。でこっちはドライのシェルター、基本的には4匹ともみんなこのシェルターの中にいるんですけど、夜になると出てきて、徘徊しています。で、あと水入れですね。西アフ結構水飲みますから、水入れも常設して置いてあります。こんな感じ で、西アフは4匹、ハーレムになってますけど過ごしています。で今ケージ内の温度が27度、湿度 48% っていう形です。本当はちょっと動いてる時に動画撮れればいいんですけど、うちの西アフは本当に電気消えないと出てこないので、また撮るチャンスがあれば撮影したいと思います。それではよければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。